僕は今500円貯金してます。3ヶ月で1万円貯まりました。いいね。500円貯金楽しいよね。いいんじゃん。今日はどつ、うん、俺は貯金あんまり好きじゃない派かな。稼いだ分だけ使いたい派だね。はい、わどつ、ちゅういらっしゃい。ダブルテリヤキ食ったけどあんまうまくなかったわ。ダブルテリヤキ楽しみにしてたんだけど味が濃すぎる。貯金箱がジャラジャラ鳴るのが楽しい。なるほど。ありがとうございます。ありがとう。初見さんいらっしゃい。はい、ドルちゃんはどつ、いらっしゃい。おお、ブロリーいらっしゃい。はどつ、なんかあれだな、ほんと配信者の格差が広まってきてるな。閲覧取れる配信者と閲覧取れない配信者がもうほんと両極端になってるよね。これからすごい時代になるよ。はい、ワード2、バルスさんいらっしゃい。バカプレゼントありがとう、カズさん。ありがとうございます。おいっすー。おお、おはよう。正義の味方。おはようございます。決定報告は来週かな。生活保護がどうなるのかの決定報告は、ちゃんと来週やります。まだね、結果は出てないんだけど、ほぼ濃厚じゃないかなっていう。結局その、新宿区役所の課長の決定だから、決定をするのは、末端のケースワーカーだと決裁できないから、ただ、まあ、会議の、前回の会議の結果とか教えてくれてて、要は生活保護抜けたい抜けたいっていうことをずっと言ってて、で、その、審査かけてみますねって。ただ、通常の場合だと抜けるの難しいですとは言われてたんだよ。サボちゃんはどつ、バーガーありがとう。闇将軍のツイート、あれはもう統合失調症だよ、完全に。ほっといていいよ。うなちゃんマンと闇将軍のツイッター面白いよね。なんか彼女できたアピもすごいしさ。あれは、病気だよ。よし、入籍はまじまだし。いや、席入れてないよ。うん。席入れてないよ。うん。いや、すごいよね。よし、統合失調症が多いのはなんでか。わかんないね。薬の副作用じゃないのかな。サバカさんいらっしゃい。プーチンはどっち？出勤前にチラッとだけ？あ、これから出勤なんだ。大変だね。どこ行っても糖質糖質って言ってる。まあ目立ちやすいんだろうな。統合失調症のやつの方が発言が面白かったりするから。
バカプレゼントありがとう、美咲ちゃん。いつも悪いね。ありがとう。支援ありがとう。サンキュー。のんたんがね、ずっと減らってるんだよね、ここ3日ぐらい。のんたんが元気ない。はい、ワード2ブスカいらっしゃい。何時間寝たかな。結構寝たよ。朝5時ぐらいに寝て、あ、まあ12時間ぐらい寝た、11時間とか。結構ぐっすり寝たね。爆睡だった、まあ、休みの日だからいいだろうけど。膝痛いよまだ。やっぱね、山手線一周の時からね、ずっと右膝が痛くてちょっとやばいね。統合失調症の概念とかネットで調べても詳しくは出てこないのに、みんなわかってるのかな。統合失調症は結構わかりやすい病気だと思うよ。症状が普通の人にもわかりやすい病気だと思ってて、なんだろう、最初はね、被害妄想みたいなのから来るんだよ。で、それがなんか某有名宗教団体の名前とか出し始めたりとか、あと電波がどうのこうのとかギブハブとか言い出したら統合失調症。統合失調症ってまあ読んで字のごとくで、そう、なんつうの、文脈がつながらなかったりするのに、本人の中でつながってると思い込んでるから発言にズレが出るんだよ。ショートケーキを食べたせいだ、ショートケーキを食べたせいで僕の学力が低下しているみたいなさ、関連性がないじゃん。あの時ショートケーキを食ったから、あそこのケーキ屋さんは絶対僕のことを嫌いなんだみたいなさ。メリクリいらっしゃい。明日心霊配信、いや考えてないね。のんたんが元気出ない。更年期のヒステリーと変わんなくね。更年期のヒステリーとかは一応そうだ、文脈がつながるじゃん。文脈がだから文脈がつながんないんだと思うよ、うん、多分文脈がねおかしいんだと思う。関連性のないことを言い始めたら糖質でしょ、完全に。だから結構薬中に近い感じだよね、ポン中とかに発言が。ただ統合失調症でもほら、幻覚が見えたり幻聴が見えたりとかいろんなのがあるから。でも俺あれだよ、なんだろう、魂が見えるとか言ったら医者に糖質認定されたよ俺、うん。のんたんは和道の嫁になってるよ。結婚したの俺とのんたん、俺とのんたんは結婚しました。バカありがとう。泥酔、ああまあ泥酔すると糖質に近くなるけど、糖質の場合はほら、それがシラフの時に起こるから、ストレスで頭が焼けちゃってる状態だよね、完全に。社会不安とか。だからあれでしょ、今日本はそういう時期なんだって。幻聴幻覚なんて健常者でも見るしな。どうだろうな、健常者は見ないんじゃないの、わかんないけど。もし健常者で幻聴幻覚見えてたら統合失調症認定されるはずだから、それは障害者として扱われると思うよ。
頭が焼けてるっていう表現分かりやすい。なんかだから俺は何だろう、脳神経の何だろう、シナプスとかにさ情報伝達してホルモンとか出すわけだけど、その脳内物質の出なさすぎたりとか出すぎたりするとやっぱおかしい発言があると思う。会社辞めたい病は病気でしょうか？ 会社辞めたい人はいっぱいいると思うよ。病気ではないと思ってて、なんだろう、要は自分がやってることが違うんじゃないかなっていうのに気づいてるだけじゃん。だから多くの人はなんかやりたいこと仕事にできてない人が多いから、やりたいことやってたら会社辞めたいって思わないはずなんだよ。だからそれはね、多分ね、その自分がやってることってこれ誰かにやらされてることなんじゃないかっていうふうになってるからだと思うけど、病気ではないと思う。ショート、そうだね、なんか回路が変な風に結びついてんだろうね。錯覚っていうか、だから健常者がもしその幻覚とか見えたら、俺は統合失調症だと思うけど、病院行った方がいいよって勧めるかな、もう知り合いとかで幻覚見えてたら。明らかにブロリーさんいらっしゃい、初見さん。サラリーマン辞めて水商売へ転職、店長してます。あ、いいんじゃないの、稼げるしね、水商売。洋平いらっしゃい。お化けとか思い込みで見えちゃってる幻覚だと思うんだけど、お化けとかはだからあれじゃん、社会一般で言ったらさ、ないものってされててさ、例えば20歳とか30歳でお化けが見えるとか言ったら、俺やっぱり、ああ、やばいやつだって思われると思うよ。あ、こいつ頭おかしいやつだって。だから俺はよく言うんだけど、ホラー系っていうのは、ホラー系の映画、あれはだから病気の話だよね。どんな仕事始めたの？ジェダイいらっしゃい。どんな仕事？仕事は映画作業所でもう4ヶ月ぐらい働いてるけど。アスペルガーって病院行ったら診断してくれるんでしょうかね。たまたま本を買ったら心当たりが多すぎて。アスペルガーの認定をするのは、東京だと3つの大学病院しかないんだけど、そこをいきなり行っても審査はしてくれないです。東大病院とか、慶應義塾大学病院とか行ってもダメ。要は診断書って言って、お医者様からの推薦状がないと見てくれないです。だからその辺の町医者に行って、統合失調症の、あ、じゃあ、アスペルガーの疑いがあるってなったら、初めて、ここの検査行ってくださいって言われますね。A と B は、簡単に言うと、A 型っていうのは、最低時給を保証してるんですよ。だから、給料が出ます。最低時給分の。で、B 型っていうのは、工賃っていうのが出るんだけど、簡単に言うと1ヶ月で1万5千円ぐらいしかもらえないです。だから B 型はどちらかっていうと、社会復帰のための構成っていう側面が強くて、 A 型はもっと実践的、実務みたいなことをやるっていうふうに考えた方がいいかも。で、 B 型の方に行く人は、要は病気の症状が重い人が多いし、 A 型に行く人はわりかし軽めな人が多いかなっていう印象かな。リハビリみたいなもんだね。認定とかでなくてもいいんですが、自覚できてたら何か変わると思って。あ、自覚できるのは本ひたすら読んだ方がいいと思う。まずは町医者でいい。今、心療内科で睡眠薬もらってるから、そこで聞いてみます。それがいいと思うよ。で、アスペルガーに関しては、発達障害に関してはね、発達障害系の本とかね、動画とか見るとすごい勉強になるよ。統合失調症じゃないね。統合失調症だね。簡単に言うと、その A 型 B 型作業所っていうのは、障害者手帳を持ってる
ったら受けられる施設なんだけど、持ってなくてもたまに受けられるケースがあるんだけど、結構まれですね。障害者のための施設だと思った方がいいかも。で、会社によっても全然違うから、やる内容は。O 型はないね。A 型、B 型作業所って俗に言われてる。本当はその A 型作業所っていうのは正式名称じゃなくて、就労移行支援事業所、A 型とか B 型っていう名前だね。就労継続支援、就労移行支援っていろんな種類があるんだよ。だから会社によっても勤務時間も違えばやること内容全然違うから、それはその自分が勤めたいところ行ったらいいと思う。農業とかもやる場所もあるから、豚を作ったりとか、ハムを生成やったりとか、牧場だよね。そこはだけどすごい売れてる商品作ってるよ。一般企業よりも売り上げそこそこいいっていう、一般企業並みいいね。高級ブランド豚作ってるっていう。で、A 型作業所って普通にあんまり書いてないんだよ。で、よくよく調べてみると、あ、ここ A 型作業所なんだ、みたいな。結構成功、ビジネスモデルとして成功してる事例もあるね。初見さんいらっしゃい。手帳あったら障害者枠で仕事探した方がいいですか？あのね、それね、賛否両論あって、障害者枠で、受けてる人もいれば、障害者枠で受けるとハローワークに登録されちゃうから、普通の仕事つけなくなるからって言って障害なのを伏せてる人もいるぐらいだから、そこは賛否両論ある。やっぱり障害者枠で企業に雇用されると、自分が障害持ってるんだっていうことで周りの人に知ってもらうっていうメリットもあるじゃん。逆を言ったらそれ偏見につながる可能性もあるから、それを嫌がる人もいるんだよ。会社にバレたくないっていう人もいるじゃん。だからそこは一概には言えない。ツイッターとかでアスペオツとかでけなすのはどう思いますか？アスペオツとかでけなされたことないかな、俺。わかんねえな。クミタおはよう。ルナさん、初見さんいらっしゃい。福岡が A 型を県国が推進してるのか、 A 型作業所が増えてきたし、 A 型の講師とか教える側の仕事も増えてきました。ここね、数年でね、5倍ぐらい事業所が増えてるんですよ。ただ最近 A 型作業所の助成金の額が減るっていうことでピリピリしてますよ。要は増えすぎちゃって助成金ビジネスみたいになっちゃってんの。だからその国側の方とか県とかが要はもう減額するって言い始めて、すごいピリピリしてる。東京だと5倍5倍。例えばどういうビジネスモデルかっていうと、俺が一人働いて、俺給料7万円もらってるけど、国から助成金12万ぐらい出んのかな ?1 ヶ月で。だから、ぶっちゃけた話、障害者の人が集まれば集まるほど儲かるビジネスモデルじゃん。だから、すごい勢い、助成金ビジネスバーって広がったの。一時期の NPO 法人みたいな感じだよね。美味しいやんけ。いや、だから、A 型作業所作りたいっていう話も何回かしたんだけどね、俺も。誰か出資しないっつって。助成金出るってなったら、絶対食い物にされますよね。いや、そんなことないと思うよ。会社によると思う。俺は全然今の会社に食い物にされてるとは思ってないけど。官民一体型の職業訓練の時も。だから、官僚が作る仕組みってあんまうまくいかないよな。要はね、現場のことはあんまり分かってなかったりするから、仕組み作るのは官僚じゃん。いや、そういう問題もあるよ。だから今バブルなんだよね。いい会社だね、すごく。オーナーがね、結構面白い人なんだよね。俺はだから、ほら、アシカくんの LINE スタンプ作ったりとか、あと、なんだろう。俺がやってる仕事めちゃめちゃ多くて、詳しい内容はあんまり言えないんだけど、簡単に言うとイラストレーターでマップを作ったりとか、あと要はその仕事が降りてくるんだよ。役所から、役所とか民間企業とか、それの下請けをやってて、ヤフオクもやってるし、布製品のバッグとかオリジナルの制作もしてる。イラストレーターもいっぱいいるからイラスト制作もやってるし、ホームページとかアプリ開発とかもやってるし、なんだろう、
あと軽作業って言うと、まあ封入作業とか、なんだろう、本当に仕分け、書類の仕分けとかもやるし、何でもやるね、本当に。だから何でもやるって感じ。職業訓練の時はカーナビくらいのサイズのパソコンでオフィス系の職業訓練。それ自分の仕事を受けちゃった方がいいんじゃん。自分で仕事を受けちゃった方が。いやいや、つながりがないとできないもん。っていうのもやっぱり、助成金でほら、人件費が安く済むから、すごい安い値段で仕事を受けることができるから。だからやっぱり周りに、身内に障害持ってる人とか、障害者、その職業、なんだ、A 型作業所の存在とか知ってるから、お医者様からも仕事もらったりとかもしてるし、いろんな民間企業から仕事もらってるの。例えば今は、いろいろやってるね、そのデータの入力作業とか。今日のシャツ似合ってる。そう、最近着てなかったけど、T シャツが生乾きだったから着てるだけだね。メロンいらっしゃい、ワドツ。これ昔よく着てたけどね。ユニクロです。人間の卵いらっしゃい。だからまあ、会社やってる人とかだったら、めんどくさくて、誰でもできるような仕事ってあるじゃん。そういうのは、映画作業所に仕事振るっていうのはありだと思うよ。安く済むし。存在を知ってる人は結構仕事をバンバンくれるよ。我慢の限界さんはどつ？誰か来たみたいにチャイムは鳴らすけど、全然名乗り上がらない。イルス中。いや、普通に出てみればいいと思うけこの缶コーヒーまずくないな。なんか不思議な味だね。ワンダ極みモカブレンド。初めて飲んだけど、不思議な味だね。缶コーヒーもどんどんうまくなるよね。おお、新竜いらっしゃい。新竜、あれ？サムネ変えた？配信やってなかったっけ、今。極めてはいなかったけど。まずいって、いないって言ったらいいのに。まずくない。和道ももしかして勝ち組なんじゃないの？俺ね、変な話なんだけど、なんか生活保護抜けるの目標にしてて抜けるじゃん。なんか一回さ、漫画とかでさ、奴隷の烙印を押されてさ、奴隷がさ、王様になるような話あるじゃん。あんな感じでやっと奴隷から解放されるみたいな感覚はあるよ。生活保護者が奴隷っていう意味じゃないんだけど。なんか変えられないものをね、なんか個人の努力で変えられそうな気がするから、なんか楽しいよ。自分が勝ち組だとは全然思わないけど、全然負け組だと思うけど、勝ち組にはなりたいよね。俺は配信で年収1000万稼ぎたいから。1000万どころか1000万も通過線で、本当に億稼ぎたいね、配信で。億万長者になりたい。本当に夢見せたいね、みんなに。
遊びを大人が極めるとこういう生き方ができるぞっていう。俺も今年から運気いいんだよね。あ、そうなんだ。いいね。虹色侍もふわつきてんだ。虹色侍ってめちゃめちゃうまいやついんの知ってる？虹色侍がね、一回トツかけてきてね、即興で歌歌ってくれたことあるんだけど、虹色侍トツかけてくんねえかな。虹色侍マジでやばいよこいつら。あのニコ生でもキャスでも結構大手だけど、そう宣伝してって言ってきてよ。トツで即興の歌歌ってって言ってきてよ、虹色侍に。初見さんいらっしゃい、チンポーさん、ホットさんいらっしゃい。和道で売名してって、即興聞きたいって言ってるよっつって。こいつらマジでうまいから、歌とギター。ふわっちってカメラとマイクをオンにしてないと配信できない。そりゃそうでしょ、どの配信サイトでもそうだよ。初見さんいらっしゃい。マイクだけはできる、できる、マイクだけはできる。そう、ラジオ放送っていうボタンを押せばいい。席入れてないよ、結婚はしたけど。のんたんはお嫁さんになりました、妻になりました。マイワイフです。マイワイフ今減らってるんでなんか結婚してから減らってるんで全然構ってくれない。のんたんは今うつ病に苦しんでます。生活保護のところ抜けれんの、ワドさん。そうだね、一応来週に結果の電話をするんだけど、ほぼほぼまあいけるっしょみたいな。っていうのも先月の収入があと3万円増えたら保護抜けられそうですって。俺から抜けたいとは言ってたので、生活保護抜ける時って固定の収入が半年間続くと普通抜けるっていう手続きなので。生活保護抜けるって停止処分と廃止処分っていう2つの決定があるのね。停止決定と廃止決定っていうのがあって、普通は停止なの。要は生活保護を受ける人って何があるか分かんないから、仕事できなかったりするから停止っていうことにして、何かあった時にすぐ復活できるようなのが停止処分なので、俺は廃止処分っていうのを希望してたの。もう完全にやめますってやつね。で、廃止処分っていうのは半年間の固定収入ないダメって言われてたんだけど、結構無理やりもう大丈夫だからっていうことで一筆書いてきたんですよ、昨日か一昨日か。要はもうこれくらい安定収入が認めて 見込めるんで大丈夫ですって、自分の方でね。だから俺が自ら希望、生活保護抜けたいって希望するのも結構稀なケースらしくて、で
前、その審査かけてもらったの、会議にかけてもらったんだけど、3万円足りないと。要は病院とかも通ってるから、医療費とか年金とかの兼ね合いがあるのよ。生活保護は別にダメ人間になるとは思ってないかな、俺は。俺が単純に稼ぎたいから抜けたいっていうだけだね。生活保護じゃなくて、もう稼いで、ガンガン稼いでやりたいっていうふうに思ってる。そう。で、俺の場合っていうのは、11月の分を1月に給料として振り込んでるから、1月の結果なんだよ。1月の申請した分っていうのは11月の結果なの。だから12月分っていうのをさっきし、あの、2日前に申請してきたの。要は収入が増えてるわけよ。ふわっちでの。だから、あ、大丈夫そうですねっていう。3万円超えましたねっていう。そういう感じ。婚姻届出してないよ。だからまあ夢が叶ったね。でもずーっとガミガミ言い合ってた課長のおばちゃんがいるんだけど、そう、結構口うるさいおばちゃんがいたんだけど、そのおばちゃんがなんかもう生活保護で配信なんか認めないみたいな、認めないとは言わないけど、すごい結構うるさいおばちゃんだったんだけど、でもなんか先々月、和道くんっていうか、始末くん頑張ったねって言ってくれたのはちょっと嬉しかったね。すごいよって言ってくれて。なんか、いろんなね、やっぱ病気の人とかもいるから、なんか、俺はこれで食ってくんだみたいな人いっぱいいるけど、本当にやったのはすごいよって言ってくれた。頑張ったねって。それはちょっと嬉しかったな。やっぱ結果出さないと認めてくんないからね、周りの人は。ありがとう、新竜。本体側ではマイクもカメラも切ってるんだけど、最初の画面で許可すれば起動しちゃうんだね。あのね、スマホなのか、パソコンなのかによる。スマホかパソコンかによって全然違うから。生活保護で配信はグレーゾーンでも何でもねえから。だからグレーゾーンだって言ってるのは、一部のリスナーと、なんていうのかな、一部のリスナーと、あと区役所側が言ってるだけだって、そんな憲法違反だから。配信ありに決まってんだろ。じゃあ生活保護の人はブログ書いたらダメとかおかしいだろ。ネット見たらダメとか。MacBook Pro だ。MacBook Pro で配信やってる場合は、カメラもマイクもオンにしておくの。パソコンの設定では。で、配信画面で、配信開始っていうボタンが左下にあると思うんだけど、そこの右横ら辺に、ボタンがあるんだよ。そのラジオ放送とか。それをやるの。配信を始める前に。で、ふわっちの仕様っていうのは、配信が始まったら切り替えることができないから、最初にラジオ放送を選んだらラジオ放送のみ。ツイキャスだと切り替えボタンがあって、ラジオとそのカメラつけるのを配信中でも切り替えられるんだけどね。どうして席は入れないの？俺は別に入れてもいいけど、まあ、俺がふわふわしてるからな。そこはノンタンと2人で決めようと思ってるけど。でも俺は別に2人で結婚したんだから、内縁の妻みたいな感じなんじゃないの？席は入れてないです。まあ、俺らの結婚観だから。ふわっち1本でやっていくの。まだわかんないね。収入源は増やそうと思ってるから。俺今、収入源ふわっちだけじゃないから、結構手広くやっていこうと思ってる。事実婚かな？わかんないけど。俺が妻だと思ったらいいんじゃん、妻で。本体オフで配信の画面で許可にチェック入れたら配信できちゃった。ごめん、ちょっとやっぱ言葉じゃわかんねえわ。俺アスペだから文章じゃわかんない。目で見ないとわかんないから。悪い、正義の味方。複数元、そうだね。俺は事業をやってる時から前から言ってるのは、会社とか事業を自分でやるときはキャッシュポイント3つ作るようにしてる。会社で1本とか、個人、要は収入の柱を3本ぐらい持っておかないと、やっぱり自分で仕事やってるときついよね。だから1本に偏ると何かがあったとき困るから。あ、俺は3つキャッシュポイント作ってるね。まだ1本しか太い柱ないけど、仕掛けは作ってるよ、やっぱり。
これでちょろっとしか稼げてないのはいくつかある。そういう風にしないでいつ倒れるか分かんないから。ただまあふわっちがメインの収入ですよ僕は。1本じゃ怖いっすね正直ね。収入源が1本だと怖い。自営業やったことある人なら分かると思うよ。保証がないから、いつダメになるか分かんないから。やっぱり個人でやってることなんか絶対安心だっていう業界なんて業種なんかないから。今の時代、例えばそのツタヤって俺頭いいなと思って、ツタヤってもともと学生のビデオの貸し借りから始まったビジネスなんだよ。学生たちがビデオを買うじゃん。でビデオって当時1万いくらしたんだよね。でそれを友達とかに貸してって言われたら500円とかで貸してたので、これビジネスになるんじゃないかって言ってそのビデオ屋さんを始めたのがツタヤの原型なんだけど、彼らの頭のいいところってやっぱりベンチャーだから、その T ポイントカードって言って会員制にしてそのビッグデータ作ろうよっていうことをやり始めて、で T ポイントカードって今みんな知っての通りさ、コンビニとかでもポイント貯まるじゃん。あれってすごい仕組みなんだよ。だからそういう風にね、そのビジネスのやり方って経営論なんだけど、多角化経営って言葉聞いたことあるの？あると思うんだよみんな。その自分の柱になってるやつと関連するやつを関連多角化経営って言って、でもう一つのやり方、無関連多角化経営っていうやり方があるの。全く違う業種に手出すっていう。そう、でも俺の場合は関連多角化経営やってるね。まあ自営業は金が回らないのはしょうがないでしょ最初の方は。はるさんいらっしゃい。ふわっち課金システムなくなるって本当聞いたことないし、ふわっちがそんなことやるはずがないですね。なんかふわっちをあんまり見ない人がよくふわっち潰れるとか、ふわっちが課金がなくなるとか言うけど、それふわっちを見てないだけでめちゃめちゃ売り上げ上がってんのふわっちって。でうまくいってるビジネスモデルを解約するはずがないと思ってる、こんだけ優秀な人、あの運営が。ふわっちはめちゃめちゃうまくいってますね、ワードカードとか作らないですね。 YouTube でスタジオ配信見つからないんだけど、探し方の問題、あ、チャンネル登録してないからだね。待って今やるよ。俺の YouTube チャンネル登録しといてほしいな、ワードリスナーだったら。今動画出しますね。チャンネル登録しとけば俺の動画全部追っかけることできるから、チャンネル登録しといて。今出すよ。俺は資金がかからないビジネスに手出してるから、資金繰りが必要ないですね。簡単に言うと、要はその原価がかかるビジネスっていうのが今の時代やるもんじゃないと思ってて、今その無料で始められるビジネスが多いから、無料でプラスを作っていくっていうやり方にこだわってます僕は。要はその自分のなんていうのかな、自分のマンパワーだけで稼げるビジネスっていうのかな。あれあれ動画がない。あったあった。これですね。匿名係長さんありがとうございます。初見さんありがとう。頑張ります。これチャンネル登録しといてください。これ前回やったやつね。なんで生活保護？あのね、ヒータさんいらっしゃい。僕はですね、ホームレスになっちゃったんですよ。それで生活保護を受け始めましたね。それが原因ですね。年収いくらになったら生活、年収計算じゃなくてね、月額ですね。月いくら稼いだかによる。簡単に言うと、生活保護でもらってるお金ってあるじゃん。それと医療費とか全部計算して、年金とか。で、その額っていうのを、手取りで上回ったら保護を抜けるっていう、半年間上回ったら、それが通常だね。半分、そうだね、ふわっちは半分持ってかれるね。スタジオ配信良かった、ありがとう。
あ、レク、あれ？レクチと言ったやつじゃなくて、上がってるはずだけどな。ちょっと待って、探してみるわ。あ、あれダメだった。あれは、YouTube ではバンになったんで消しました。あのさ、ガチッチがさ、iPod で音楽流してたでしょ。音楽。で、YouTube って、著作権が他にある音楽とかが流れるとバンになるんですよ。だからバンになる可能性があったから、オリジナルソングしか上げてないです、僕は。ごめんね。あれは動画ない。簡単に言うと。バカありがとう、ホットさん。初見さんいらっしゃい。生活保護っていくらぐらいもらえるもんなんですか？一番わかりやすいのは、一番わかりやすい基準っていうのは、8万円プラス家賃もらえると思った方がいい。初見さんいらっしゃい、しらすさん、こんばんは。ハートプレゼントありがとう、ホットさん。そうそう、配信でね、いろいろめんどくさいしがらみ結構あるんだよ。全然いいよ。ヤフオクで何か売って5000円入ったとしたら、その場合申告して返さないといけないんですか？返すってわけじゃなくて、申告をする義務があるの。で、返還するかどうかっていうのは、その手元に残していいお金っていうのが決まりがあるから、それを判断するのは役所ですね。パフェありがとう。匿名さんから花火いただきました。ダンベルやります。いきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、ありがとうございます。コピーでも、いや、人の著作権のある曲はダメ。なんだっけな、それ決まりあるんだよね。3小節以上同じフレーズが続いたらパクリになるんだっけな。3小節以内だったらね、確か大丈夫だったとかあったはずよ。ワドみたいに稼ぎたくない人は生活保護のままでいいと思う。いいんじゃない？それは人の生き方だから、あんまりとやかく言うことじゃないと思ってる、俺は。自分の人生にしか関心がないね。タバコ吸ってきまありがとうございます、セミちゃん。かっちゃんは脱。まあ、完全オリジナルの方がいいよね。まあ、生活保護当事者なんで。どうしてみんなふわっちに課金するの？あれじゃん、やっぱりお金持ってる人が多いんだと思うよ。で、やっぱ好きな人だったらグッズ買ったりとかさ、支援したいと思うのは普通のことだと思うけど、好きなアーティストとかのグッズ買うでしょ。曲はね、一個もできてない。これは全部即興ですね。今流してるのは即興。これとか音これくらいでいい？ありがとう、コモモさん。今流してんのは、レクチとアドリブでやったやつは曲って感じじゃないね。これはドラム俺叩いてるよ。入籍はしてないよ。結婚はしたけど。今叩いてるドラムは俺ですね。YouTube に動画あるんで、もしよかったら下の YouTube チャンネル登録お願いします。ギターはレクチって言ってリスナーさんですね。結婚した。結婚式はしてないね。結婚式やりたいねって話してる。ドラムかっこいい、ありがとう。もしよかったら、YouTube で動画見れるんで、こんな感じで、ふわっちで放送やったやつね。もしよかったら見に、やってください。ノンタンベース覚えたらいいかもね。こんな感じで、これ YouTube に動画残ってるんで、ふわっちの録画ですけど、
生活保護で楽器やっちゃダメとか、生活保護で何やったらダメっていうのはないはずだけど、法律で。放送するよ、配信者だもん俺。ほんとね、ふわふわさんいらっしゃい。俺はね、生活保護になったのはね、あのホームレスになったのがきっかけだった、うん、4年前ね。おい、ゴルゴはどつゆ。ホームレスの状態で家借りられるの。最初は漫画喫茶にずっと泊まってたんだけど、3ヶ月ぐらいで生活保護を受けに行ったら3万円渡されて、とりあえず10日間ぐらいこれでしのいでくれって言われて、満喫代もらって、で生活保護開始になった瞬間にもう部屋を用意してくれてた。施設なんだけど個室の部屋を用意してくれて、とりあえずここの家賃はうちで払うからここで生活立て直してくれって。で半年ぐらいして心の状態とか元に戻ったりとか、生活保護になれたら働き始めたりとか、その家を探したりするから準備はしといて、とりあえず半年間ぐらいゆっくり休んでいいよって言われた。何がグレーゾーンなのか分かんないな。グレーゾーンの意味が分かんないよね。注意される。いや別に注意されても、なんでそんな守る必要、あんたにそんな権限何があるんだって話だけど、生活保護狙えばっていうわけじゃなくて、所得の低い人は全員受けられる制度だよ。生活保護は別にあの全部の国民を保護するのが目的に作られた制度だから、誰でも受けられますよ。レクチのギターのリフかっこいいな。収入が低ければくらいの、そういう感じですね。福田さんの意見が正解で、生活保護っていうのは収入が高いか低いかだけで判断しますね。資産を持ってるかどうかとか。みんな自分は生活保護を受けないと思ってるよね。生活保護を受けないと思ってる。あ、どうなんだろうな、制度を知らないだけだと思ってるけど。レクチは27になるのかな、今年確か。パソコンやったって言ってもう怒られなかった。怒られないよ、パソコンは別に持っていいんだもん。生活保護でやっちゃいけないことなんか一つもないよ。ベース欲しいな、やっぱりベーシスト募集だね。誰かがベースできたら相当音しっかりしてくると思うよ。多分普通の人が聴けるぐらいにはなると思う。ドラマーは元プロドラマーの凄腕ドラマーが元リスナーさんにいるから声かけようと思ってる。贅沢はしちゃダメ、いやそういうことはないですね。誰から聞いたの。
あんまり人の話を鵜呑みにしない方がいいよ。ふわっちは収入に入る。もちろんもちろん。僕はまあ僕がボーカルやるつもり満々ですね。自分のバンドだからフロントマンは自分でやった方がいいと思ってるね。ノンタンにお願い何を？もし会社辞めたらすぐに貯金尽きるし生活保護を頼らざるを得ない。まあいいんじゃないの。でも働けとかうるさいよやっぱり。あと通帳の中身全部見られるし、うん、生活保護俺はおすすめはしないかな、うん、稼げる能力がある人は働いた方がいいと思う。生活保護は住んでる市町村でかなり違うね。ああ自治体ルールっていうのがあるからね。ただまあ憲法が一番の上位概念だから、憲法と生活保護手帳を買って情報を押さえておけば、まあできることとできないことは把握できると思うよ。あ、ベースをノンタンにか。ノンタンベースいいかもね。仕事をなくして住む家もなくしたから受けることにした。そうだね、簡単に言うとそんな感じ。うん。でまあその生活保護抜けるのを目標にずっと頑張ってたんだけど、やっと抜けられるっていう感じかな。見えてきたって感じで、来週結果が出るって感じかな。4年ぐらいお世話になりました僕は。うん。ほらまあ途中から来た人とかいるからわかんないでしょ。話の流れがわかんない人もいるから。うん、しょうがない。配信はそれは、このフレーズかっこいいんだよね。これかっこよくない？レクチー。これかっこいいよね。北斗っぽい。そう。いいよね。なんかコーンっぽいね。俺の印象はコーンっぽいって思った。コーンっぽいよね、なんかね。多分俺に合わせてくれたんだと思うけど。でも後半レクチのオリジナルっぽいのはかっこよかったよ。どんなだったかな。この辺はレクチっぽいね。ちょっと絵も入れてくる感じ。ギターはレクチだな。なんかハードコアとエモの融合がやりたいらしいね。
ってるギターコーンと似てるな、シェイプ。使ってるのはね、ESP じゃなかったかな。ESP の7弦だったと思ったよ。ESP だっけな。レクチ何使ってたっけ。多分 ESP の7弦だったと思うけど、俺の記憶では。生活保護を受けて2年経った時どんな感じだった。別に何にも特に変わんない感じかな。生活保護を受けて何かが変わったっていうのはないかな、特には。ESP 変形ギター多いな。チラッと映る。ハートプレゼントありがとう、うんこさん。ありがとうございます。まあこんな感じだね。でもなんかレクチ2月にライブあるとか言ってたな。なんかメンバーと見に行こうかな。レクチのライブ見に行って応援してこようかな。仲間だし。掛け持ちとか元気だな。うん、メタルバンドらしいけどね。掛け持ちっていうか、まあ俺はただスタジオ入って一緒にやってるぐらいだから正式なメンバーって感じじゃないけど、なんかレクチャーが結構和道とバンド組みたいって言ってくれてたよ。うん、まあレクチメンバーだったらありだなと思ってるけど、ベースがいないと話になんないよね。ホームレスは人生で3回経験したことがあって、あー、その前回一番古いホームレスは3ヶ月ぐらいかな、3、4ヶ月ホームレスだったね。まあ大したことない。何年もやってるホームレスからしたらにわかだって言われちゃうよ。にわかホームレスです。それ家出でしょって言われちゃうよそんなのホームレスルンペンじゃねえよって。僕は漫画喫茶ですね。外で寝てたのは2回目の時だね。ロンちゃん、これしたら充電したいところだったらいい？漫画喫茶は、ああ、まあ俺は家がなかったらホームレス。なんかよくハウスレスじゃないっていう話をしてて、ホームレスっていうのは家庭を持たない人のことを言うんだよね。だから帰る場所のない人のことを俺はホームレスって呼んでるから、うん、
そう、本来みんなハウスレスって意味で家の概念を言ってるけど、ホームなんだよね、家庭がないって意味なんだよ。だから帰る場所がない人だったら俺はみんなホームレスだと思ってるね、うん、初見さんいらっしゃい。居場所のない人みたいなね、ホームレスか、言葉の定義なんか人によって違うから全然それでいいと思ってるけど、俺はこう思う、俺はこう思わないとか、新しいフォロワーさん紹介します。ミシャカンさんフォローありがとう。このねオーディオテクニカ、これはね結構特殊な音がして、リスナーさんからのプレゼントで、俺前のこれの古い、どれくらい古いんだ、3つぐらい前のモデル聞いてたんだけど、それローがめちゃめちゃ強かったの。ローのねアタックがすごく強くてよかったんだけど、これはねすごいクリアトーンだね、フラットな感じ、もう超クリアに聞こえる感じ。ローは強くない、抜けのいい音がする、うん、すごい抜けがいいですね。うん、だからなんだろう、フラットに聞こえるっていうか、そのサウンド自体が。生活保護って歯医者に行ったりとか人間ドックできる、歯医者は無料でできるけど、人間ドックはどうだろう、わかんないな。保険が適用されるのは全部無料で、あの受診することができるから、歯医者はもちろん OK。 ただね、金歯とか入れられない、そのなんだろう、セラミックとか保険適用できる範囲内の銀歯とかじゃないと無理だね、うん、歯磨いてねえな、歯磨こう、思い出した、起きたから歯磨いてねえや。あー、それは実際あるんだよね。ではね、それはねお年寄りの問題になってて、年寄りがそのお医者さんとお話したいからっていう理由で病院通っちゃうんだよ。それは結構生活保護の中で結構でかい問題として扱われてる。どうやったら申請書を区役所に出したら誰でも受けられますけど。
ういいはい、やっぱりあ、放送中にね、すいません。レックの話はギターライス買ってるとか。あ、ギター ESP っすね。いや、ピッタンで来ましたよ、飛んできました。おはよう。どうぞ。タコロさん、レブだから座れないと言わないと。これかも。おお、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。のんちゃん、のんちゃん、さくらさんが結婚おめでとうだって。ありがとうございます。はい、え、のんちゃん、のんちゃん。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。うん、ほらほら。花もらった。もう終わってたこれ。お、ちょっと待って準備。お、なんなんだ準備。飲んだ見れるし飲む。すいませんなんか。あ？急に。あいいよいいよ。なんか今部屋ってるから。部屋ってわかんない。じゃあケーキ食べて。うん。元気出すしかないですね。ありがとう。超嬉しいわ。うん。ありがとうございます。うん。うん。あ、あ、音聞こえる？レックなんか酒くせえな。嘘、うん、飲んでないけど嘘酒の匂いするアルコール。あくみさん俺じゃない。嘘、そんなに嘘、うん、かなんか歯磨くの早くないですか。あれ今飯食ったんですか。どういうか映画こんなもんなんですよ。いいっすね。カメラどこだ。カメラがどこかわかんない。カメラ違う上。ああ、はい、たくみさんと、たくみさんからケーキです。おめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、ここまで来ると思わなかったけど。よかった。いやー、すいません、突然。配信のお邪魔をいても立ってもいないしてしまう。いや本当にちょっとめでたくてね、うん、ちょっと押しかけちゃいました。いやお疲れ様です。はい、うん、そうそうそう。あーコーン、うん、コーン好きだよ、うん。あ、正義の味方さん、あれですね、タイガーマスクさんですもんね。じゃあ着替えたお疲れ様です。たくみさん、でかいな、いかがですか。一緒のギターではないけどね、うん、そう。コーンって ESB だ。おー、すごい、ケーキまで買ってきてくれたの。そうだよ。ありがとうございます。あとみんな食べよう。あ、食べよう食べよう。フォーク、ノンタン、フォークとかある。うん、男さんにむさ苦しい絵だな、これ。狭すぎるだろうっていう。これちょっと面白い絵だね。濃厚な絵だと。濃厚だよね。どんなジャンル、ジャンル的には。なんだろう、これっていうね。いやー、いいっすね。いいね。ノンタンは俺のメガネない、コメントが見れないんだよね。タイトル変えるか、じゃあ。メガネある。コメントが見れねえ、まったく。ピンボケしてる？難しいんだよね、カメラの角度。1ミリでもずれるとね、この辺か？で、こっちか、ちょっと。この辺かな？
和道さん、定年日ちゃん呼ぼうよ。ふざけんなよ、お前。空気読めよ。え、まだやってるっすよ。定年日わかんない、全然。放送見ねえから。名前は聞いたことあります、うん、定年日面白いよ。え、あ、お皿、はいはいはい。ふうたん、じゃあ切ってきてよ。向こうで。ダメ。切れない。切れない。じゃあみんなでつまむ。お皿いらないんじゃないじゃん。ノンタンの分。みんなで。ちょいちょいつまみつつまみつ。じゃあちょっとタイトル変えるか。タイトル変えよう。じゃあ一回。ちょっとこれ誰の？あ、いい。この辺置いてもらえるとありがたいかも。ノンタンこれも下げて。こうやってね、あの結婚式のはずなのに嫁を使うっていうのが雑用係として。どうしたこれ捨てて。ここ行っちゃう。ごめん、メガネ洗ってくるわ。いいです。曇ってて見えない。狭い家だな、本当。うん、何？いやでもあれですね、リスナーさんたちもオフ会どうすか？じゃあお願いします、適当に。ああ、出ます。ありがとうございます。ちょっと待って、まだやんないで。うん、次が来る。ありがとう、タコロさん。いいえいいえ、もう目が冴えちゃったあれで。っていうかさ、あのさ、うん、いいや、次枠で話そう。貴重。貴重なメンバー。でも、いつものメンバーだよ。うん、いつものメンバー。いや、クミタンも北海道から来ちゃいなよ。あ、僕んちだろ。ローコさん最近、ローコさん会いに行こうよ。あ、もう今から。今から行かない？今から行っちゃう。え、ノンタン今日車だっけ？違うか。ロハコさんラッチリに行くか。結婚の報告をしないと。じゃあだからそれをさ、それをじゃあその話をしたかったんだよ俺は。今日の流れ的な。じゃあ、次枠行きまーす。皆さん、大津です。次枠、結婚式開きます。すべてノリっていう。じゃあ、仕込みますか。何を仕込む？なんかあるの？そんなテクニック持ってたっけ？ BGM 的な。BGM 的な？木村カエラ的な？バタフライ的な？灰皿、ちょっと。ノンタン、そっち側にある灰皿持ってきてくんね、たくみさんに。これとりあえず代用で。あ、ありがとう。うん、え、あ、もう来た、もう来た。あ、いやだ、ごめんね。お疲れ。ロハコさんが嫉妬する。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。